職場会の伊藤と申します。ジャスカでは今性能設計部会というものを技術委員会の社員に作りまして、こういう具体地震に対してどういう設計をしたらいいかみたいなことをいろいろ検討している最中に、まあ、こういうものができて、そのところでいろいろ意見を出してもらって、ジャスカとしてまとめたパブコメになります。でちょっと順番がこういう閉じ方があれなんですけども、私の名前のところの後ろの方に、会長の森高の名前のやつが書かれていまして、一番上の1ページ2ページに書いてきてるんですけども、まず大きな観点から会長の名前出そうと。で次にその細かい技術的なところについて、まあ、技術委員会は私の名前出すという段階で、まとめてあります。で、まあ、森田が会長の方からのやつですけども、まあ、1番、2番、3番、4番と4項目にまとめてあります。まあ、1番ですけども、やっぱりこれだけのものに対してみんな同じ認識というか、それをどうやって作るかということで、その建築物の所有者等が理解できるような形、言い方で、アナウンスしてほしいというのを大きく掲げています。で、まあ、設計者もいろいろこうお客さんに説明するわけですけども、設計者の取り方によっても言い方が変わってくると、それが一番混乱にするんじゃないかと。ということで、まあ、その説明の仕方、ばらつきなんとかいろんな、ものについても説明してくださいというのを、初めに言います。で、まあ、対象というのは、スペクトルを与えられると、ちょっと低層、中低層のものもどうなんだということがすぐにこう出てくるわけですけども、その辺、どうしてそっちを外したんだとか、またその南海トラフのことがあると、まあ、多分大きく変わると思うんですけども、関東地区では。そういうことについてもちゃんと説明してほしいということを言っています。それから2番目ですけども、先ほどからずっと出てますスペクトル、対象区域ですけども、まあ、関東はいいとして、静岡と中京、大阪ではすごい大きな地域があります。まあ、1.5 倍、2倍というのを、この、頂上目で、町の何丁目はっていう形で、区切りされると。そうすると、道路1本挟んで、1.5 倍と2倍とか、1.0 とか、そういうことになる。その辺のところっていうのは本当にそうなのかなということで、その辺を、まあ、国交庁で決めたのはもう段階的にこう設定するよということで、ですので、まあ、いろんな県と波の作り方をやって、まあ、それらしいものができてあれば、その国交庁で決めた値の上回るっていう言い方になってるんで、その辺が、まあ、1.5 のところ、まあ、1.5 と2の境のところでもし、1.5 に近いところであればあるものの作り方をすれば、まあ、1.8 倍ぐらいのやつができるかもしれないし、まあ、1.5 でもいいというふうになるかもしれない。その辺研究者も含めて設計、できるような形、ものが考えられるような形にしてほしいということで、まあ、その 1.5 と2のクラスが逆転することがないような、まあ、4分の3という数値を出したんですけども、まあ、その辺までは許容するような形の運用というのがないのかなということを言っています。まあ千代崎さんなんかもあれしましたけども、まあ、それ以外の場所でも結構大きな
ところがあると思われるんですけども、その辺の対策がなんで不要なのかっていうあたりも説明しています。それから3番目としまして、国人免震が、これが既存不適格になるよということで、対象外だよというふうな地位になって、います。それで本当にいいのかなと。もし本当に 1.5 2のところで国人免震が作った場合には、将来的にはどうなるかっていうのは誰が保証するんだろうなということで、今回の、これは、評価のところでの、方法書、評定の方法書を変えるということで、告示じゃないよと言ってですね、だから法律じゃないよと。で、この告示は、告示免震は告示なんで、それを変えるっていうのは、既存不適格をいっぱい出すことになるということで、なんていうんですかね、足を踏み出せない国交省があるんじゃないかなというふうに思っています。で、それから4番目としましては、補強対策を実施する建物、大臣任期ですから、法に満足しなきゃいけないというのは分かるんですけども、いろんなこう法律の変わった中で、構造安全性以外の規定、防災とかなんかいろんなものが絡んで、回収できないというようなことにならないように、構造安全性だけをこうアップするようなことをできるようにするべきじゃないかというのを挙げています。それで前の方に戻ってもらって、私の方の名前で出てるのが、1から9まで、あるんですけども、まず1番目、表層自慢の状況について、いろんなこう面倒くさいと言いますか、添付の4番でしたっけ、今資料で、下げて上げてみたいな、このやり方やるとこのぐらいになるよみたいなこと書いてあるんですけども、すごく面倒くさいというか、やれる人は限られてくるんじゃないかと思われます。長周期なんで、2秒以上のところの増幅はもう考えなくてもいいんじゃないかなということで、その方法でやりますと、2秒、3秒あたりも結構大きく増幅するような結果になってますし、そういうことで、やると、すごく課題な地震動で検討することになるんじゃないかなというふうに思います。次に2番ですけども、2番はそうですね、その評価やったり同等以上っていうふうな言い方をしてるんで、それを同等じゃなくて、逆転現象が起こらないような感じで、その間は採用をカットするような形で考えてほしいということです。次に3番目ですけども、設計から得ていないについて、ジャスカとしては、これが、大きな例なんですけども、先ほどから言われています、レベル3というものもちゃんと考えて、クライテリアを、クライテリアとレベルをちゃんとこう一致させて、ものを説明した方がいいんじゃないかなという考え方がありまして、これをこうまとめて、性能メニューということでまとめています。この多分秋ぐらいには、ちょっと公表しようかなというような感じでまとめています。で、余裕度レベル3というものがあって、告示派の 1.5 倍とかで、こういうクライテリアでやってるよというのが発達したならば、今回のようなその場所での極端な大きな地震に対しては、そのレベル3相当みたいな感じの評価で、から80分の1とか、
75分の1とか、そういうところで考えてもいいんじゃないかと。それをレベル2、レベル2と言ってしまうと、まあ、国事派の100分の1とかの、困難といいますか、不調になってしまう可能性もあるんじゃないかなというふうに思います。4番は、鉄骨道の DT の件なんですけども、結構その実際計算するとそれが労力がかかるということと、まあ、範囲法も説明してあるんですけども、それについても、逆に大きく安全が過ぎるような評価になってしまうということで、まあ、これだけじゃなくていろんな研究成果を取り組めるようにしてほしいということと、下の方に書いてあるんですけども、まあ、1箇所ぐらいは破断するのは許されてもいいんじゃないかと、倒れなきゃいいでしょうという形の意見を出しています。5番目、5番目は、適合区土壌についてのその繰り返しの検証というのは何も触られていない、まあ、研究がまとまってないんじゃないか、まとまってないからかもしれませんけども、その繰り返しの劣化によるものというのは当然考えるべきじゃないかな、その方法もちょっとちゃんと研究をしなきゃいけないんじゃないかなという意見を出しています。6番は、免震材料、メーカーごとに売れる方で、ちょっと出すんでしょうけども、その指定方法とかなんかが一つに決まってるわけでもないんで、その評価の評価法に関するガイドラインをなんか示して、それに基づいた形で、各社がやって結果を出すというような共通の土台ベースに乗っかる必要があるんじゃないかなということで、それから7番目ですけども、まあ既存の強固層の場合、まあ、2倍だよって言われて2倍の補強ができるかって言ったら、なかなか現実的じゃないのかもしれないんで、ちょっと考えにくいんで、まあ1.5 倍に対応しているものに補強しますよっていうあたりもちゃんと見ていてほしいと、そういうものを大事にして出してほしいという意見を出しています。8番目ですけども、まあ、核の転倒防止の対応について、まあ、戦争的にどんな使われ方するとか、そういうことも決まってないでしょうし、細かく業務方法書で問われると、解析士としては答えようがないなということを書いています。9番目はちょっと、まあ、輸送のランダム輸送って書いてあったんで、それは、ちょっと言い過ぎじゃないですか、というので、書いたものです。ということで、ジャスカの意見を発表します。はい、どうもありがとうございました。